はい、ではね、USB でデータ取り終わりましたので、私が。その後、PC のシャットダウンからいきます。まずですね、EDX の装置の方からいきましょう。見せてはいけない部分が、手がバレるところもあるところが、もうバレてるかもしれないですけど、こちらの、右側のモニター EDX でしたね。ここからスタートで、終了オプションすればいいです。で、電源を切るみたいなのが出てきますので、まあ、ここも普通に気にせずに電源切るでいいです。あ、いかんね。なんかいろいろ映っちゃうね。で、こうなると。で、右側は黒くなりましたね。もう気兼ねなく載せられます。見せられてます。こうして、で次どうするかと言いますと、次これです。もうこのバツ印でいいです。で、これで OK ですかね、OK です。で、その後またなんか大事なものが出てくるかもしれないんで、ちょっとずらしておきますけど、これで OK でいいです。で、終わりですね。で、あとはもう、右側のモニターと同じように、スタートから、クローズすればいいです。いいかな？まだかな？そしたら、スタートから、シャットダウンで、シャットダウン OK。で、ここから、見事ですね。皆さん PC ご詳しいから、やらなくてもいいかなと思ったけど、スマホゲームの、いや、スマホじゃなくて、スマホの普及でどうもね、普通の PC の使い方があまり知らない人も多くなってきてるというので、一応ちょっと丁寧にやってみました。ちょっと分かりづらかったところもあるとは思いますけどね。もうあとちょっとですね。で、あとこれが終われば、右モニターがですね、止まれば、次は、次はですね、モニターの電源を押します。この右モニターのところの電源を最初につけたと思います。これを消すと。で、最後に、あとはこいつを消すと。で、これで終わりです。ディスプレイです。で、終わりです。で、あとまあ、大学によっては管理棒をつけて、使用時間とかを書くとかいうところもありますので、あと企業もどういうふうになるのかと、使用簿は必ずつける、ログノート必ずつけると思いますけど、それをつけて終わりということになります。まあ、これを参考にしてね、今後いろんなものに、も分析してもらったらと思いますね。まあ慣れてきたらフォーカス位置を 10.0 にするとか、あとは EDS の設定をですね、デッドタイム20から 30% にするようにしたりとか、プロセスタイム3とか4とかにするとかいったことをしたりします。まあそれは慣れてきたらでいいと思いますね。あとは企業の人に聞いてみるというのも手ですね。サービスマンが来ている場合はサービスマンに聞いたりするということです。あと皆さんはどんどん頑張って他の装置も使えるようにしていただければと思います。確か他にもオプションが出てきたはずなので、いろいろな分析ができると思います。この装置ね、いろんな方にいろいろと教えてもらって、で豊富なデータを取り揃えてね、いろいろな議論ができるような作れたらいただけたらと思います。では終わります。